申しております。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。前方に見えますのがホテル大倉 JR ハウスネボスです。地上12階高さ66メートル、オランダにありますアムステルダム中央駅を忠実に再建したホテルとなります。見えますのが庭園風景と風車が楽しめるフラーロードです。現在花畑にはパンジー、ビオラ、ベゴニアが咲いております。お時間ありましたら風車とお花畑をバックに記念撮影といかがでしょうか。右手に見えます機材が日本最大全長85メートル、光の噴水ショー、ウォーターマジックの会場となります。本日ですと18時30分から20時30分までの30分間隔でショーを開催されます。こちらはフラーロード出口近くでの橋のプーシュナイダーから行くことができます。左手のエリアが別荘地ワッセナーです。ワッセナーはマンションタイプが10棟、120個、ホテルタイプが130個、すべて異なるデザイン住宅となっております。ほとんどの方が別荘地として利用していますが、2割程度の方が定住されております。住宅の6割ほどに桟橋が設置されており、クルーザーで水門を通過して大村湾に出ることができます。こちらの物件はすべて価格が通りますが、オーナー様が動産さんを買収まして販売されている場合があります。こちらの住所が長崎県佐世保市ハウステンボス町となります。住所の名前、テーマパークの名前が付けられております。右手の大きな建物が7月16日にオープンしました。お店になった気分で不思議な森を冒険できます。キッズ向け屋内型アスレチック、キッズワールド、ファンタジーフォレストです。